鹿児島の人社長は稲盛さんの信者なの。稲盛さんから学べることとか、なんか稲盛イズムのなんか利他の精神っていうね。ああ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回は林さんの秘書チームのハイスペック枠の伊藤さんとですね、今回稲盛和夫さんがね亡くなりました。まあ、その話題をちょっとねフランチャイズと絡めてしてみたいと思います。稲盛さんはもちろん知ってるよね。もちろん知ってますよ、うん、はい。僕はね稲盛さんをもちろんねこのずっと知ってたけど、大学、高校大学の時からね、まあ、本も読んでたと思うんだけど、はい、一番びっくりしたのはね、初めて鹿児島に出張した時ね、東進の時代に鹿児島に行って、鹿児島の経営者に会うでしょ。鹿児島の人社長は稲盛さんの信者なの。単純な話、営業マンとして行って、はい、私稲盛さんが本当好きなんですよって言うとすごい気に入ってもらえるっていうね、まあ、これ営業の一つのテクニックですかね。まあ、そういうことでやって、ね、本当すげえなと思って、もう鹿児島行ったらね、もうみんな経営者はもう稲盛さんっていうのも違うんだよね。なるほど、うん、京都よりも圧倒的に鹿児島。あ、そうですか、うん、やっぱり生まれが鹿児島でね、はいはいはい、うん、だからすげえなというのをまずは思って、まあ、やっぱり稲盛さんとフランチャイズの関係っていうことで言うとね、ブックオフ創業者の坂本さんがこの稲盛さんの信者で、聖和塾っていう塾を稲盛さんやってるのね、はい、でそこで学んで、まあ、ブックオフを大きくしたのよ。あ、そうだったんですね、うん、坂本さんっていうのはもともとはあのピアノ、中古ピアノのこう販売みたいな、はい、まあ、売り買いみたいなことをやってた方で、うんうん、とにかくブックオフがあれだけ大きくなったのはその坂本さんの聖和塾での学びなんだよ。なるほど。なんかその稲盛さんから学べることとか、なんか稲盛イズムのなんか核となるところって、まあ、一番そのフランチャイズがきっかけで言えば、一番やっぱり利他の精神っていうね、あ、利己に対する利他、うんうんうん、まずは他者を儲けさせると。なるほど。で、まあ、それとセットで無視という、自分はなくす、うんうん、無視の精神と利他の精神っていうのがこの根本なのね。なるほど。だからこの利他っていうのはフランチャイズで言えば、はい、まずは加盟店を、加盟する人を儲けさせなさいよと、本部が儲かることを考えるんじゃないと、加盟店を儲かることを考えたらそっちが先だ、そっちが重要だということなんで、フランチャイズとは結構相性がいい。確かにそうですね。この考えによって健全なフランチャイズっていうのは生まれそうですね。だからね、やっぱりフランチャイズの本部の社長で、私聖和塾に入ってますという人はやっぱり信用できるというか、少なくとも加盟店の方、加盟店を大切にするという視点は全員持ってると。でこの、ね、聖和塾っていうのは、ね、そう簡単なもんじゃないで、例えば何日間か合宿に参加するとかじゃなくて、はい、毎月毎月毎月こう課題をやって提出してみたいな、続かないんだから普通じゃん。あ、そうなんですね、うん、聖和塾で本当に学んでますっていう人はもうそこをこう大切にしてる人だから、いや聖和塾で学んでるんですけどフランチャイズの運営はデタラメですみたいな人は基本的にはいない、今まで僕が見てきた中ではね、うんうん、フランチャイズチャンネルに出ていただいた方の中では大吉カバーオールの小田さん、うんうんうん、はい、があの聖和塾で学ばれて、ああいう感じですよ。うん、そういう話をされてたと思うんだね、うんうんうん、稲盛さんは個人的にはね、はい、あの JAL の改革ね、あれがすごくこう印象に残ってまして、うん、まあ、あれをやったのが稲盛さんだよね。じゃあどんな改革だったんですか。いや単純に JAL って会社がぶっ潰れて、はい、それを立て直したんだけど、まあ、ただね、ぶっ潰れた会社を立て直すぐらいだったらこれ税金投入してるからね、はい、はいはいはい、要するに借金を帳消しにして黒字にする、うんうんうん、これだけだったら誰でもできるんだけど、はい、そういうことじゃなくて、やっぱり稲盛さんがやったことによって体質自体が変わったの、ジャルのね、うん、うん、それはね、なんでここまで言うかというと、僕はあの新浦安というところに住んでるんですけど、はい、ここは結構ジャルの町というか、要するに日光の社宅とかがたくさんあって、まあ、今はそれ売っちゃってるからなくなって、寮とか社宅とかたくさんあった。子供の友達のお父さんとかはそのパイロットで、奥さんはあのキャビンアテンダント元ねみたいなのがたくさん住んでたわけ、うんうんうん、知り合いも結構いて、はい、でも、うん、出張とかをベンチャーリンクで出張とかしてる頃、とにかく JAL っていうのはね、常にこうなんかストライキとかばっかりやってるわけよ。で結構飛ばなかったりとか、あ、で羽田空港とかでなんかあのデモとかやってるわけ。大変ですね、うん、労働組合がね、はい、でそれでじゃあ本当しょうがねえなと思って、でもまあ付き合いはあるからいろいろこう付き合ってたんだけど、はい、でもダメなんだろうなと思ってた、うん、潰れるちょっと前までもみんなボーナスはもう
たくさん出ると思ってるから公正法適用みたいな話が出た時にはもうだからみんな青くなってたよ、はい、いやもう電動機付き自転車買っちゃったけどどうしようみたいなボーナスが半分だってみたいな、はい、大騒ぎになってる、はいはいはい、まあそのレベルだけどね、はいはい、うん、全然ダメだった会社として体質が、はい、それを立て直したのがやっぱりあの今稲盛改革で、ね、すごいですね、うん、でも その時のねやっぱり記者会見を覚えてるんだけど、はい、記者会見で稲盛さんがねこんな幹部だったらもう八百屋すら経営できないって言うんだよ、一括ですね、うん、かっこいいでしょ、うん、はい、そっからねでも本当変わって娘のお父さんのじゃあ勤めてる本社の勤務の人たちなんか、はい、もう本当そっから大変だったよ、今まで本社12人でやったのが3人になりましたみたいな、だからもうほとんど帰ってこないみたいな、そういうことでやって今体質まで変わってあれだけ立ち直ったなるほどというのがあの稲盛さんの日光の改革でね、個人的にはね、うん、そこはすごく思います、うん、でもまあフランチャイズとしてはやっぱりこの利他の精神ね、うんうん、まあ、ここは、うん、あの非常に学ぶべきところなんではないかと、そして清和塾で学んでるフランチャイズの本部の社長っていうのはもうこれはなかなか少なくとも加盟店の目線は絶対ある人だということは言っていきたいと思います。なるほど、はい。